配電統制令は国家総動員法に基づき1941年8月に施行された日本の直令である。配電事業を司る特殊会社の設立、運営などを規定した。本直令に基づき1942年4月一定区域内において配電事業を独占する配電会社が大規模、事業者の再編によって地方ごとに旧社設立された。 翌年にかけて、小規模事業者も、この旧配電会社に統合された結果、旧配電会社以外の配電事業者は消滅し、全国規模で発電、送電事業を管理する特殊会社日本発送電と、地域谷で配電事業を担う旧配電会社により電気、供給事業を分償するという体制が完成した。 太平洋戦争後の国家総動員法廃止により1946年9月に本直令は廃止されたが必要な一部規定は電気事業法に盛り込まれ配電会社も存続したその後1951年5月になり電気事業再編成令によって日本発送電と旧配電会社は解散し地方ごとに発送配電一貫経営を行う旧 電力会社が発足した。本校では、直令そのものの内容の他本直令に基づき、実施された、配電統制の具体的内容についても記述する。配電統制令では、国家総動員法の規定に基づいた配電会社の、設立に関する規定電気供給事業設備の出資に、関する規定電気供給事業者の譲渡、合併、 解散に関する規定債務継承、担保処理に関する規定課税標準計算の特例、及び、租税の減免に関する規定配電会社の組織、業務と監督に関する規定電気料金に関する、規定定審大臣による、報告聴取、検査に関する規定の8項目を定める。条文は49条の本文と、不足からなる。最速を定める。 配電統制令施行規則は配電統制令と同時に交付、施行されている。配電統制令に基づく配電会社の定義は一定区域内における配電事業の統制のため配電事業を営むことを目的とする株式会社である。その設立は低信大臣が電気事業者に対し設立命令書を交付することにより行われる。 設立命令は、事業者に対し電気事業設備の現物出資を命ずるものと、配電株式会社となることを命ずるものの二通りが、規定された。当社は受命者が、法人格をそのまま存続して、配電会社に移行するという意味ではなく、商法上の新設合併と同様の手続きに当たる。加えて、ザニオ事業者の統合について、配電会社への合併、 事業上と設備出資を発令する権限も、定心大臣に付与された。配電会社は、社長、副社長、理事、幹事の4種類の役員によって経営される。内理事は、商法上の取締役、幹事は、監査役に当たる。役員は全員、株主総会にて選任され、定心大臣の認可を得るものとされているが、この点が総裁。 副総裁を政府任命とした日本発送電と異なる。国策会社のため、株主からも外国人、外国法人は排除される。低信大臣に付与される権限は上に挙げた以外にも多岐にわたる。電気料金の決定をはじめ、業務運営上の諸計画や利益金処分などの監督、不当な会社決議の取り消し、役員の解任などが可能であった。 なお、廃電統政令の改正は1943年11月1日と1945年8月26日の2回で、1943年の改正では、軍需省設置に伴って、直霊中の、定心大臣が、軍需大臣に置き換えられ、1945年の改正では、商工詳細設置に伴って、前期、軍需大臣が、 商工大臣に改められている。以下、廃電灯政令制定に至る経緯について、廃電灯政令交付直前の時期に行われた事業再編と合わせて記述する。第39代帝新大臣、田野木勝良吉東京電灯の開業以来多くを民間企業が展開していた電気事業を国家経営に移そうという議論は、明治末期頃にはすでに存在し、 1918年頃には時の帝新大臣の田宇太郎によって提唱されるなど戦前の電力業界ではたびたび取り上げられる構想であった。時代が下って昭和に入るとこうした国営論は対頭しつつあった軍部やいわゆる革新官僚によって注目されるようになる。その構想が具体化される契機は1935年5月に 岡田圭介内閣が設置した内閣審議会内閣調査局での議論であった。内閣審議会の委員の一人に、かねてから電力国営論者として知られた立憲民政党の衆議院議員、田野木葛岐基がいた。また内閣調査局調査官には、革新官僚の一人で当時低身省、無線課長であった奥村清親、陸軍軍人、 鈴木定一が任命されていた。審議会が始まると、頼もぎは自説である。国営論を唱え、調査官の奥村、鈴木に自らの構想の具体化を指示する。それを受けて、調査局では、従来の国営論の壁となっていた、国有化の財源の問題を回避するため、民間電力会社の設備を新設の特殊会社に現物出資させ、その設備の運転を、 国が住宅するという民有国営の電力国家管理政策を取りまとめた。しかし、翌1936年に2.26事件が発生した結果岡田内閣が総辞職したため政策具体化の動きは一旦停止した。岡田内閣の後を次1936年3月に発足した広田後期内閣では、田野木桂基地が 停心大臣に就任。省内では、電気局長に、国営推進派の大和田定治が起用された。以後、停心省では、電力国家管理の具体化作業が推進され、7月3日には、頼もぎから閣議に提案されるところまで進んだ。3ヶ月にわたる閣内での討議の結果、10月20日の閣議で頼もぎ提案の、電力国家管理要項は承認される。 その中身は、電力の国家管理を実現するため、各電力会社から新設の特殊会社に対し、主要発電、送電設備を出資させ、これらの設備を使用し政府が自ら発送電事業を経営するというものであった。翌1937年1月19日、閣議決定された、頼も議案を法案化した、電力管理法案。 日本電力設備株式会社法案などが帝国議会へと上帝された。しかし直後に広田内閣が総辞職し、代わって発足した林千十郎内閣が上帝中の全案件を撤回して、頼もぎ案も議会に再上帝しない方針を決めたため、成立を見ずに終わった。上記の通り、 頼も議案の電力国家管理政策は発送電事業の民有国営を目指すものである。その一方で配電事業に関しても方針を定めており、携帯は民営、公営のままの現状を維持とするが供給区域の整理統合や電力の卸売料金を通じて監督を徹底するとされていた。その配電事業は当時小規模事業者の数が あまりに膨大であるという問題を抱えていた。1936年末の段階で、資本金500万円未満の電気供給事業者は519に上っていたのである。これらの小規模事業は、大規模事業者が、採算上不適当と判断して、供給に当たらなかった地域の住民が立ち上げたものや、対戦景気に乗じて設立されたものが多い。 したがって、採算性の悪い事業が大半で、個人事業的なものも多く、半数近くが低配当か、無配当、赤字経営であった。停心省では、1937年5月の停心局長会議にて小規模事業者の整理統合の方針を具体化した。その内容は、小規模事業者を、付近の大規模事業者に統合させ、事業の改善や、 普及促進、料金の格差縮小を目指すというものである。6月末には、東京地方停止局が、館内事業者の代表者を招致し、小規模事業者の整理統合を商用する、という具体的な動きがあった。こうした、停止省の方針に従い、以後全国規模で事業統合が活発化し、 1937年から1940年までの4年間で211件の事業統合が成立した。一例として、業界大手の事例を挙げると、1941年までの5年間で、東京電灯は40事業を統合し、東方電力は34事業を買収している。第42大帝新大臣。 長井龍太郎発送電事業を国家管理に移す電力国家管理政策については1937年6月に林内閣に代わって第一次このえ踏みまろ内閣が成立すると定新大臣に就任した民政党の長井龍太郎により再び進展が見られるようになる長屋案は特殊会社に対する規制によって国家管理を実現するという 民有ミニエー携帯を取り、特殊会社には、全国の電気事業者から主要火力発電設備と主要送電設備を出資させるが、水力発電設備を出資対象から外す、という頼も議案から交代したものとなった。これらを盛り込んだ、新たな、電力国策要項は、同年12月27日の閣議で承認され、翌1938年1月15日より、 それらを法案化した、電力管理法案などの国会審議が始まった。長い国会審議の末、同年3月26日可決に至る。こうして1938年4月5日に、電力管理法、日本発送電化式会社法、電気事業法を中改正法ほか一法が交付され、翌1939年4月1日日本発。 送電株式会社が発足、電力国家管理が実行に移された。日本発送電の設立に関連し、設立と同日の1939年4月1日より、施行された改正電気事業法には、供給区域の整理統合のため事業者に対し、事業上と命令を発令できる権限を、定心大臣に付与する条項が追加された。 第47代帝新大臣、村田昭蔵1939年4月に、日本発送電が発足し、電力国家管理が開始されたが、開業早々異常滑水が発生し、これに、石炭不足、炭質低下が重なって、水力発電、火力発電ともに機能不全に陥って8月より、日本発送電から、配電事業者への供給割り当ての制限が始まった。 10月20日には電力消費そのものを国家総動員法に基づいて制限する電力調整令が施行され、定年豊富な電力供給を掲げて成立した電力国家管理体制の公約が崩れた。また、日本初送電自体の経営も不審であり、1939年度下期には、 赤字決算となり政府補給金で政府保障の4%配当を年出するという状態であった。こうした問題は電力国家管理体制の再検討を求める声に繋がるが日中戦争が長期化し総力戦に備えた体制変革が各方面で進む中では国家管理を見直すのではなくより強化することで事態打開を図る動きが主流であった。 1940年7月に発足した第二次、この内閣で、定新大臣となった関西財界出身の村田、正造は就任早々電力国家管理の強化に、動き出す。村田の下での第二次電力国家管理は、季節水力発電設備も日本発送電へと、帰属させるという発送電管理の強化と、既存配電事業者をすべて解体して、 地区ごとに配電特殊会社を新設し、日本発送電との連携を強化するという、配電管理の実施を両輪とするものであった。同年9月27日、蒸気を盛り込んだ電力国策要項の閣議決定まで進んだ。閣議決定後、第二次電力国家管理実施に向けた準備が進められるが、電力業界側では、東方電力会長、 松永安左衛門や東新電機専務、浦山助太郎から強硬な反対意見が唱えられた。しかし、業界団体の電気協会内部では、松永らの絶対反対の意見が主流というわけではなく、1940年12月に電気協会は反対決議をなすが、日本発送電の整備が、先決問題、官営の特殊会社による配電統制には、 反対するという条件を付したものであった。一方、低新省では、閣議決定に基づき日本発送電株式会社法中改正法や、配電管理法、配電株式会社法などの法案を準備したが、翌1941年1月22日、衆議院本会議にて、戦時体制強化に関する決議が行われ、それを受けて政府が、 議事の迅速化のため審議の長期化が予想される、法案の提出を控える方針を決定したことから、会社法中改正法以外は撤回、その他は個別の法案ではなく国家総動員法の適用で実施されることとなった。国家総動員法適用への路線変更を受けて、2日後の1月24日、電気協会では、政府の法案提出見合わせに伴い協会においても、 反対姿勢を取りやめ、官民協力して、事態の打開に努める旨を決定した。その後も反対意見はあったが、3月7日、電気庁長官から、一部少数事業者が国策に、反対し続けているように見えるのは遺憾であるので、前処するように、という要望が、協会に出されると、協会側は、誤解を招く行為は、極力避ける旨を返答した。こうして、 業界内での反対運動も下火となっていった。配電統制が具体化されていく中で各地の配電特殊会社の供給区域をどのように設定するかという区割りの問題が浮上した。まず1940年10月7日の電気庁内の会議では全国を以下のように9ブロックに分割する案が決定された。この案では長野県は県内が 南北に分割されるため、長野県知事から反対意見があり、北陸ブロックをめぐり、電気庁内で議論が続けられた。その後10月24日になり、各省との調整を経た上で、電力管理庁社会が、北陸、中部のブロックを統合した全国8ブロック案を発表した。ところが、この8ブロック案は、富山、石川、福井3県による、 北陸ブロックの独立運動を招く。それでも1941年4月、低新省が発表した、配電事業統合要項では全国を8ブロックに分割するものとされた。この時期北陸地方では、日本海電気社長、山田翔作の首相によって、北陸地方の電気事業者を合同する動きが進んでおり、1941年3月には、 日本海電機や高岡電灯など合計12社による合併契約の締結に至っていた。主導する山田翔作は北陸ブロックの独立が自設であり、先に北陸地方の自主統合という規制事実を作り、低新省への陳情を続けることで独立の実現を狙ったという。同年8月1日、北陸地方12社の合併で、 北陸合同電気が発足する。二日後の八月三日、八ブロックの内中部地区に限っては、暫定的に二つの特殊会社を設立するという形で、北陸ブロックの独立が認められ、配電特殊会社の数は9社とすることが決定された。他方、中国合同電気社長、牛尾健次も山陽中央水電との合併により、兵庫、 岡山両県にまたがる供給区域を持つ山陽拝殿を1941年5月に設立し中国地方を岡山、鳥取、島根の3県に兵庫県を加えた西部ブロックと広島、山口両県のみの中国ブロックに2分する独自の構想を唱えた。また九州地方においても熊本県の関係者が 福岡県主導の再編に反発し、九州における、定震省の業務を統括する、定震局が、熊本市にあるのを根拠に、九州の2ブロック分割を主張していた。しかし北陸ブロックの暫定的独立を除いて、定震省が容認することはなく、山陽・熊本ブロックの出現は阻止され、全国9ブロック体制が確定された。 第二次電力国家管理のうち日本発送電の体制強化については1941年4月25日の電力管理法施行令改正という形で実施に移された。これに基づき日本発送電への設備出資命令が全国の主要事業者に対し発令され、同年10月1日付と翌1942年4月1日付の2度に分けて、 設備出資が実施された。配電統制についてはまず、1941年上旬、低新省により、配電事業統合要項が決定された。その中では、配電事業統制によって、高度国防国家建設に応ずるための合理的、計画的な電力配給並びに唐鉄な料金政策の実行などを目指すことが掲げられた。 また、配電特殊会社への統合の手順は、まず主要配電事業者の統合によって、地区ごとに配電会社を新設し、続いて、それらの配電会社に、地区内の残存事業者を統合する、というものであった。要項の策定に続き、停止省では、各事業者の代表を招致して、統合方針を伝達するとともに、統制令の制定作業を急いだ。 ところが4月の要項決定後も東京市、大阪市をはじめとする公営電気事業者が配電統制への反対運動を継続した。これらの自治体は公営電気事業の利益を失うことで財政が悪化するとして反対していたことから政府は財政措置により解決を図った。具体的には配電統制に伴う収入が統合前における 事業利益の95%に満たない場合、差額を高納金として統合5歳長10年にわたり、配電会社から交付するというものであった。また同様の政治的配慮から、供給事業を権営していた、鉄道事業者に対しても配電統制に伴う、収入が、統合前における、供給事業利益の90%に満たない場合に、その差額を交付金として、 最長5年間交付することとなった。1941年7月30日、配電等政令に関する直令要項が、第16回国家総動員審議会に諮問第56号として提出され、翌31日より審議が始まった。8月1日には、前田俊貞を委員長とする、計15名からなる特別委員会にて議論が続けられ、2日になって、 配電会社の配当の政府保障、配電統制で生じる地方財政への対策、監督官庁管理の雨下り防止条項の追加の3点からなる希望条項が付されて、総動員審議会にて原案通り可決に至った。以後直例作成の手続きが進められ、法制局の審査を経て8月26日閣議に提出。29日天皇の採下があり、 1941年8月30日、直令第832号として、廃電統制令は廃電統制令施行規則と、共に交付、即日施行された。廃電統制令に基づく廃電事業の統合は、主要事業者の統合と、それに続く、小事業者の統合という2段階で進められた。すなわち、第一段階では全国を、北海道、 東北、関東、中部、北陸、関西、中国、四国、九州の旧地域に分け、各地域内の主要事業者を統合して、配電会社を一社ずうつ、軽級者設立させる。第二段階として、各配電会社に、地域内に残る、小事業者をそれぞれ吸収させ、各地域内で、配電事業の独占を完成させる。という方法が取られたのである。 以下、配電統制の具体的な実施過程について記述する。1941年9月6日、政府は各地域の事業者に対し配電会社の設立命令を発した。各地域の受命者は北海道4、東北13、関東11、中部11、北陸4、関西14、中国4、四国5、九州4で、 複数の地域で受名した事業者もあるのでこれを整理すると受名者は全国60事業者となる。同年9月20日に定信大臣により広告された各配電会社の設立命令書から以下に各地域の配電株式会社の称号とその配電区域、受名者の名称をそれぞれ記す。なお、受名者について指定会社とあるのは 配電株式会社となることを命ぜられた株式会社を突起のないそれ以外は指定範囲の電気供給事業設備を出資すべきとされた事業者を指す。翌1942年4月1日、旧配電会社が一斉に設立され第一次統合が完了した。配電会社に統合された資産は約35億9200万円。承継された負債は 約12億9000万円に達する。同日には、日本発送電への発送電設備第二次出資も実施されており、日本発送電と配電会社の両方に出資した事業者も存在する。60の配電会社設立命令受命者の内公営事業者は11で、これを除くと49の電力会社が統合されたことになる。 49社のうち指定会社となって消滅したものは13社で、これ以外にも、電気供給事業設備を出資した会社の中から22社が、出資と同時、またはその後に解散している。解散しなかった会社は、日本初送電、鉄道会社9社、化学メーカーのイビガワ電気工業と、証券保有会社に転身した3社のみであった。 1942年4月の配電統制第1段階の完了後、低止証は残る。小規模事業者を統合し、旧配電会社の地域、独占体制を完成させるべく、第2次配電統合に着手した。各配電会社の事業統合の経過をいかに記す。配電会社設立後の1942年7月15日付で、東北配電、関東配電、 中部拝殿、関西拝殿、中国拝殿の5社に対し停心大臣より、拝殿等政令第26条に基づく事業譲渡命令が発せられた。各社譲渡を命ぜられた拝殿区域は以下の通り、譲渡命令記載の譲渡実施期限は1942年10月1日になっており、実際に上記の区域交換は同日付で実施された。 戦術の配電株式会社設立命令書にて、貴族について、当面の間の措置とされていた、配電区域のうち、この時整理されずそのまま維持された地域は、の4つである。これに加え、その後の残余事業統合に際し、中国配電は、愛媛県東諸部の大崎電機と岡山県の、島電機をそれぞれ統合している。 さらに1943年3月31日付で、中部配電の配電区域の内岐阜県吉木郡、坂下村を北陸配電の配電区域へ編入する命令が出され、同年5月に実施された。以上、一連の配電統制進展によって、1943年度以降の各配電会社の供給区域は以下の通りとなった。区域中、 九州廃電区域の沖縄県と鹿児島県、大島郡は太平洋戦争終戦に伴いアメリカ合衆国の施政喧嘩となったことから事実上供給区域から削除されている。以下、廃電等政令の廃止から電気事業再編政令による廃電会社解体までの過程について記述する。 太平洋戦争の終戦から半年余りが過ぎた1946年4月1日より国家総動員法及び戦時緊急措置法廃止法律が施行され国家総動員法は廃止された廃止に際し現存する国家総動員法に基づく直例は廃止法律の施行後も6ヶ月間に限り効力を持つとされておりしたがって 配電統制令は1946年10月1日より、執行することとなった。国家総動員法廃止の段階では、配電会社を独占的公益事業として存続させる必要があったため、同時に執行する電力調整令とともに存続が適当と認められる規定について、電気事業法へと移すことが決定された。配電統制令から、 改正電気事業法に引き継がれた規定は、主務大臣が、電気料金を決定する、旨の規定と、配電会社の資本金変更、利益金処分を呼び、取締役、監査役の選任は、主務大臣の認可を必要とする、旨の規定である。また不足には配電統制令の廃止と、配電統制令に基づく配電会社は、配電統制のためにする経営を目的としない。 電気事業会社へ転換するのに必要な定款変更その他の手続きを商法の規定により行うことができる旨が追加された。この改正電気事業法は1946年9月30日より施行された。連合国軍占領下の日本における経済、民主化政策の一環として、1947年12月に過度経済力集中排除法が交付された。 翌1948年2月22日、日本初送電と旧配電会社は集中配除法の指定を受ける。集中配除法の指定会社は、占領政策の転換により指定解除されていくものが、ほとんどであったが、日本初送電と旧配電会社は最後まで指定解除されず、実際に集中配除法の適用を受けた18社に名を連ねることとなる。 電気事業再編成審議会会長、松永安左衛門1年半後の1949年11月、政府により、松永安左衛門を会長とする、電気事業再編成審議会が立ち上げられ、松永ほか4人の委員によって、再編成の方針に関する議論が始まった。審議会は、通商産業省当局及び、GHQ と緊密に連携しつつ、 議論を進め、翌1950年2月1日に投申に至る。審議会投申の内容は、日本発送電、配電会社をすべて解体の上、現在の配電会社の区域と、ほぼ一致する全国9ブロックの電力会社へと再編するとともに、日本発送電の設備の一部をもって、ブロック別電力会社に対する電力融通を、 専門とする融通会社も立ち上げるというものであった。ただし少数意見として融通会社を作らずにブロック別の発送配電関税に一貫経営の電力会社へと再編し、電力融通は各社間の契約と公益事業委員会によって調整するという松永会長案も答申に付け加えられた。審議会答申に前後し、 政府は GHQ より過度経済力集中の状態にある日本発送電、配電会社の分割計画を迅速に提出するよう求められた。これを受け政府は松永案の採択を決定、全国を9ブロックに分割しそれぞれ発送電配一貫経営の電力会社を新設するという基本方針を1950年2月21日の閣議で決定した。 そして4月20日、日本発送電と旧配電会社の解体、再編成のための電気事業再編成法案を第7回国会に提出した。ところが、法案は5月2日の閉会まで審議が続けられたものの、与党自由党内にも不支持が多く審議未了となった。法案成立を目指す政府は修正案をまとめ、9月30日を党内の合意を取り付けた。 ところが今度は GHQ が原案の誤字を主張し修正案を否定する。こうして電気事業再編成法案は成立が絶望的な状況に追い込まれるが第9回国会開会翌日にあたる11月22日に連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサーから吉田茂総理大臣に対し電気事業再編成促進を求める書簡が送られると 政府は急遽法案を、いわゆる、ポツダム政令の形で実施する方針を決定する。23日の閣議決定を経て、翌24日、電気事業再編政令と関連する公益事業令を、交付、12月15日より施行した。電気事業再編政令は、電力国家管理を廃止し、日本初、送電、旧配電会社の再編成によって、 発送配電一貫経営の独立した電力会社を新設することを目的とするポツダム政令である。新会社の供給区域は電気事業再編政令第3条第2項並びに別表第2にて課表のように定められた。なお、再編政令には新会社の称号は記載されていないが課表では補った。 新会社の供給区域と旧配電会社の供給区域の際は中部配電区域のうち社内の送電系統から孤立していた岐阜県吉木郡上岡町が北陸電力区域に移管された点のみである。設備については各配電会社のものは供給区域別に新会社へと引き継がれたが日本発送電の設備については 一地区に関わらずその電力系統が直結する、主たる、消費地によって分配する。二同一水系の発電所は、未開発地点を含めて、同一地区会社に所属させる、という方針に従い分配された。電気事業再編成例交付から半年後の1951年5月1日、新会社旧社、すなわち、北海道電力、東北電力、東京電力、 中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力が発足した。ありがとうございます。